さんこんにちは、インターン生の小田遥です。前回 2.5 次元アイドル月プロとその最初のシリーズ月歌について紹介しました。今回は月歌に続く新たなシリーズアライブについて紹介します。アライブは月の芸能プロダクションの新人発掘オーディションから誕生した2つのユニットがそれぞれの夢に向かって最初の一歩を踏み出す物語です。アライブに属するユニットはソアラとグロースです。ソアラは音楽が好きだという気持ちから集まった割と普通の高校生バンドです。音楽教師だった両親の影響で音楽が大好きな少年大原ソラは中学2年生の時に授業の一環で作った楽曲で動画を作成しネットにアップしたところネットニュースに取り上げられたことで一夜にして大ヒット動画となりました。それを機に楽曲制作に夢中になるソラ、ところがその後作った楽曲の評判はどれも思わしくなく、いつしかソラは音楽に触れることをやめていました。時は流れて高校2年生になったソラは3年生を送る会の実行委員として校内を忙しく走り回っていた時、会の目玉の一つとしてソラと友人の森人、宗志、蓮、望の5人は即席バンドを組んでライブをすることになりました。会を終えた後、ソラたちは1回限りのバンドにしたくないという思いからオーディションに応募し、見事に勝ち抜き、月プロからデビューします。ユニット名はバンドのイメージ、青春から青い空を連想し、並び替えてソアラになりました。グロースは音楽をやりたいという意思を持つ、あまり普通じゃない芸能人ユニットです。とある大手芸能プロダクションに所属し、アイドル予備軍、ジュニアとして活動してきた光輝、健介、亮太の3人は、実力、知名度、人気のすべてで抜きん出ており、次のユニットデビューのヒット候補と言われていました。デビューを目指して努力する3人。しかし一方で光輝は自身の望むことと事務所の求める方向性の間に大きな隔たりがあることに悩んでいました。そんなある日、彼は街で独特の世界観を持つ曲を作る不思議な青年、守を拾います。彼の作る楽曲に見せられる3人。それは新しい可能性との出会いでもありました。この出会いを機に4人で音楽活動がしたいと思うようになった光輝は3人に事務所を退所し月の芸能プロダクションのオーディションに参加しようと声をかけます。新たにユニットを組みオーディションを勝ち抜いた4人は月プロからデビューします。ユニット名は4人全員名字に植物の名前が入っていることから木々の成長をイメージしたグロースになりました。この2組のユニットはオーディションでお互いの楽曲に惹かれて連絡先を交換し、以降年齢も近いことから仲を深めていきます。なおこの2組のユニットのドラマ CD では、ソラとマモルが楽曲を制作しています。ソアラは明るく元気な楽曲が多く、聴いていると元気がもらえます。グロースは神秘的な楽曲が多く、独特な世界観を感じることができます。どんなキャラクターたちなのか、どんな楽曲なのか少しでも気になった方は月プロ、アライブ、またはソアラ、グロースで検索してみてください。 YouTube にも多くの視聴動画があるのでぜひ聴いてみてください。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。